together。アリス、よく寝てるな。あれ、少しうなされてるのか。危ない！あ、アリスが俺に抱きついて。お前は本当に、びっくりしたな。もしかして夢の中で俺のことを守ってくれたのかな。あ、夢だったのですね。よかった。おう。なぜこんなにも近くにいるのです。それはアリスが突然抱きついてきたからで、俺は無実だぞ。確かに夢の中でお前をかばおうと走り出したのを覚えています。夢うつつの中そのような行動に出るとは、私としたことが。まあ、そんなに気にしなくても。ずいぶんとうなされてたみたいだけど、一体どんな夢だったんだ。私たちは共に強力な魔獣に挑んでいました。うん。相手の強さは桁違いなもので、いくら二人で切りつけようと相手はもろともせず、攻撃の手は休まらず。なのにお前は私を守ろうと無謀にもその魔獣に向かっていくのです。そうだったのか。まったく、夢の中でも相変わらずでした。呆れてしまいます。いや、いくら俺でもよっぽど勝ち目がない相手なら退却すると思うぞ。どうでしょうね。まあまあ、ともかく夢でよかったよ。本当です。それと夢でなくとも気をつけてくださいね。お前は無茶ばかりするのだから気が気でありません。なあ、わかった。気をつけるよ、アリス。で、それはいいけど、そろそろ離れてくれないか。え？離れるのはお前の方です。いつまで私にくっついているのですか。いや、アリスの腕が俺の背中に回されてて、動くにも動けずで。ともかく離れなさい。わかった。離れるから落ち着いてくれ、アリス。